シャトーヌフデューパップは、フランス南東部プロヴァンスアルプコートダジュール地域圏、ボクリューズ圏のコミューン。地中海性気候で、年間100日以上のミストラルがある。1994年の寄進の文書にカストロノーボの名で、初めて記された。現在の地名は1893年から、コミューンの公式名称として用いられている。この地で生産される同名のワインの人気を踏まえた、 ものののであありまたこの地にある古代の石灰をシャートアビニョンにローマ教皇が住むようになったのはヨハネス22世からである。シャトーヌフイコールデュパップのブドウ畑が開発されるのは彼を介してであった。彼はローマ教皇の富を増やすためアビニョンの銀行家とカオールのワイン醸造業者を連れてきた。醸造業者たちは フィリップ4世が、テンプル騎士団を追放後に残された土地を開墾し、ブドウ畑の優れた基盤を作った。ヨハネス22世は、アビニョン教皇の第二の住居として、シャトーヌフに要塞を建設した。奥シャトーヌフデューパプは、ローヌ地方南部のワインの中では最も歴史があり、かつ最も優れたワインと言われている、わずかに白ワインも作られているが、大半は赤である。 ありがとうございます。